貨物を破壊しなくては。ありました、燃料です。こいつに火をつける。他のを頼む。これを使って。いいぞ。こっちです。登るのを手伝って。わかった。あなたを引っ張れるものを探します。はしごがここに。燃料がもう一つあったわ。これをいつでも火がつけられます。他にもある。いいでしょう。行け。残りの貨物を頼む。私はここを。動く。Thank you.
にいるのですか。デビー、あなたでよかったわ。何、お怪我は。いいえ、平気よ。でも急いで扉を開けて。承知しました。どうやってここを。時間がありません。敵が造船所に集結しています。逃げましょう。あなたも運のあるうちに。もうここに用はない。このことを評議会に知らせなくては。お気をつけください。これは政府に内通者がいるから成し得たこと。船着き場で騎士団の姿をご覧になったでしょう。お前の言うことが正しいのであれば。半獣は苦しい戦況にいました。今彼らはインド連合を利用し世界に恐怖を広めている。力を貸して。私は騎士、国を守る義務がある。破壊などさせぬ。ならば疑いなさい。ごきげんよう騎士様。もっと違う形で出会いたかったわ。どうすれば会える。ホワイトチャペルで私の名を。グレイ、一体どうなっているの。後にしてくれ。私から逃げないで。ホワイトチャペルで見たのよ。あとつけたのか。心配だったの。橋での戦闘の後姿を消したでしょ。お前は知らない。これっぽっちもな。これは秘密の潜入任務か何かなの。そういうことなの。その話は後だ。一体どうしたの。マロリーが殺されてからあなたはまるで。なんだ、まるでなんだ。わからない。別人みたい。信用できるのかさえも。何でもいいからお願い話して。今はダメだイザベル。私には関わらない方がいい。お前のためにも。エヘ、ラファイエット将軍を見つけ図書館に召喚しろ。評議会の中核に達しています。お前の告発は実に馬鹿げている。到底信じられない。大法官閣下のお許しがあれば。許可など出さぬわ、うん、二度とこんな馬鹿げた世まい事など聞きたくない。あんなに堅くななお前の父を見たのは初めてだ。お前の申し立ては帝国を揺るがすものだ。マロリーの死に加えてさらなる悲劇は見たくないのだろう。ブラックウォールヤードに行くだけの話だ。一体何のためにだ。被害は壊滅的だ。放火犯の仕業だとドイル長官は言っていた。犯行前に少数の反乱軍が目撃されたらしい。証拠は割と長官の言葉で言えば確かなあ、初歩的とか。お前はどう思う。どうとも思わん。望むなら大法官にこの件を評議会にかけるよう促すが。もし本当に内部に裏切り者がいれば我々が気づいたことがバレてしまう。ではどうする。夜になったらインド連合会社の社屋に忍び込むんだ。ここ数日に起こった出来事に関する情報が必ずそこで見つかるはずだ。インド連合の本部に侵入すると。お前もマロリー同様無謀だな。思い切った決断が必要な時もある。お前の協力が必要なんだ。騎士団の指揮官である私が見られるのは。お前は内部を熟知している。
私にはインド連合社屋でのお前の案内が必要なんだ。もし陰謀が暴かれるとしたならば、お前の証言が十分な証拠となる。いいだろう。だが侵入するのに二人では心もとないな。しかもそれが事実なら信頼できるのはイザベルにラファイエ。証拠をつかむまで巻き込みたくはない。では誰だ。頼れそうな人物に心当たりがある。オンに切るぞ。そろそろ連合社屋だ。正面玄関から乗り込むつもりか。大丈夫だ。潜入の手はずは整っている。思っていたよりも敷地の侵入に手こずったかな。着いたぞ。社屋の裏口か。まあそんなところだ。こんばんは。フランシス。できているのか。いずれ真実が明かされるだろう。打ち合わせ通りに。セバスチャン、装備はテーブルの上です。屋上へは寝室から抜けられます。よくやったフランシス。何なりと閣下。フランシスは軍に従軍してたのか。ボーガン、昔を思い出すが、ずいぶん昔だが。音を立てない方がいいと思ってな。行くとしよう。敷地内には夜通し衛兵が巡回している。潜入地点は庭だ。気づかれずに侵入できるだろう。ついてこい。屋根に登るぞ。ガラハト、こっちだ。立ってないで行くぞ。
フランシスがうまくやってくれたようだな。信用できそうな男だな。そうじゃない、俺に借りがある。約束を破ればどうなるか分かっているのさ。庭にこのワイヤーをつなぎ止めるアンカーがいる。手の込んだ潜入方法だな。かもな。だがこれで気づかれずに潜入できるだろう。あの建物なら行けそうだ。よし、ワイヤーを張るぞ。よし。アラステア、ここに残って見張っていてくれ。安全を確認し、潜入の合図を送る。いいだろう。だが、気をつけろよ。私だけで帰れば妹に恨まれる。知らなければ傷つくまい。時間がないんだアラステア、信じてくれ。こうするしかない。くそ、下の庭園に向かえ。門の鍵は閉まって鍵を探すんだ。鍵はない。探し続けろ。鍵を見つけたぞ。鍵を取り、下の庭園の方に向かうんだ。ルーカ、門に向けた。安全を確保してくれ。私も向かう。次は西とを一掃しろ。私は東から。この先通信機の使用は控えよう。そうだな。さあ中で落ち合おう。
勇敢な騎士様。ちょうどいいところだったな。そうですね。でも私だってそうやすやすとはやられたりしません。一人か。デビとフィンリーも一緒です。他の警備兵を片付けています。仲間を危険にはさらせない。だが連れがいる。信頼できる人。ああ、命を懸けて。いいでしょう。それで？中で彼と落ち合い、資料室に向かう。行きましょう。見ての通り、邪魔が入ってしまって。こちらです。こちらです。医師に着いたら駅馬車を登ってバルコニーに上がります。さあ、押すのを手伝ってください。よし、行こう。デビー、ダメよ。あなたはここにいて。ダディ、一緒に行かせてください。私たちはいつも一緒よ。彼と彼の連れは？私の言うことを聞いて。あなたがどれだけ大事かわからないの？なぜ突き放すのです？私にもし何かあったら、あなたが使命を継ぐのです。やめてください。ダディ、私を信用してくれ。女王は私が代わりに守る。せめての恩返しだ。約束だぞ。彼女は怒らせない方がいいですよ。増援が現れる。先を急ごう。行きましょう。ルカ、銃を下ろせ。彼女はラクシミバイ、反乱軍のリーダーだ。この女が協力者だと？貴様気は確かか？そっくりそのまま返しますわ。危うく反乱軍の罠にはめられたと思ったところだ。私も逮捕されるものかと。こんなことしている場合じゃない。協力者が必要で頼めるのは彼女だけだった。でも触れたか。オーダーを危険にさらしてるんだぞ。アラステア、私を信じてくれ。証拠を見たいと言ったのはお前だ。ブラックウォールには彼女もいて、そこで見たものを知っている。つまりインド連合会社の船着き場破壊に加担したというわけか。父上の言う通り、あれはまさにテロ行為、利用されたんだよ。この陰謀に気づかせてくれたのは彼女だ。計画の遂行には彼女の助けが必要になる。貴様が間違っていたら。その時は彼女と責任を取り、しかるべき罰を受けよう。マロリーのようにか。間違ってないことを願う。お前を
敵には回したくないからな。私も同じだ。見つけたぞ、ロビーの奥にいる。何をしてええだ、奥から来るぞ。ガラハット、隠れろ。いいぞ、行くぞ。治療室はこっちだ。向こうだ、バルコニーを抜けよう。治療室はすぐ先だ。輸送に関わっていることが分かるものを。こんな量どうやって調べろと。声を抑えて、フィンリー。見張りに集中しなさい。騎士様、こちらです。これを見てください。これは私の祖国に送られたもの。もしこれが本当だとしたら、彼らはインド全土に手を伸ばしていることになる。見ろ、アガメムノンの記録だ。アメリカ大陸東海岸に、同じルートでさらに3回。オシアニック号が次だ。6週間後に立つらしい。フィンリーは？信じる気になった。彼が全ての黒幕です。ホワイトチャペルでの殺人、反銃の襲撃、インド連合会社、全てあなたが。ジェイコブ・ファンネック。ああ、世間一般には確かこう呼ばれているのだったかな。切り裂きジャックと。お見知りおきよ。ルーカン卿、よくぞこの者たちを連れてきてくれた。あとは任せた。
くれぐれもしくじるなよ。貴様、幸運だとは思わんかね、ガラハッド卿。反乱軍のリーダー、加えて裏切り者まで一気に捕らえることができた。裏切り者とは君だが。アラステア、貴様なぜ。悪いな、グレイ。すべて我が種族を守るためだ。我が種族、逃げろ。